皆さんこんにちは。万歳大江のチャンネルをご視聴ありがとうございます。チャンネル登録が1000という区切りを迎えました。ありがとうございます。タイの人たちが日常いただいている代表的な遺産料理、今回はタイ焼肉として知れ渡っているムーカタを取り上げました。馴染みのお店でそのいただき方をご紹介します。自宅を出ればその時から海外旅行、バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳大家です。今回の動画もいつもと違うハウトゥーもの、タイ料理の外せない代表的な料理ムーカタを取り上げます。遺産料理にも激辛系やジビア系のディープなものにも美味しい料理がありますが、日本人にも安心してもらえる火を通していただく料理、遺産焼肉と言っていいムーカタ、そのいただき方を動画にしてみました。はい、お店の名前はソムオーロイヤ、ザボン101ですね、日本語で言うとザボン。ムーカタ、ここか。ここもやっぱ卵ついてるね。これは基本的にチムチムと同じですね、これね、つけだれ。180バーツだそうです。はい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 。はい。はい。油回し儀式。あ、結構火来てるね。はい、ずいぶん脂身の多いお肉だ。はい、そろそろいいかな。この動画はあそこでいっぱい撮ってあるから、これはちょっとこのお店バージョンということで、このお店はですね、ノンカイチムチムです。
ノンカイチムシャ。なんかあのソムオロイエットの方がお得感ありまくりですとか。そういう余計なことは言わない方がいいな。まだまだあります、お肉ね。飲むやんです。これ豚肉のおっぱい焼きだったかな。遊んでたのね。猫じゃらし代わりになってたのね。はいはい。じゃあ今からね、チムチムじゃなくてムーカタの食べ方撮影しに行くよ。ムーカタのお店はいつものお店と同じ。Oh.